何してんの？いや、こうトランプをバーッと投げて、かき集めた時点でもう数字が並んでないかなと思って、なかなかうまくいかんのよね。お前それ、ボゴソートじゃねえか。え？ということで今回は、とっても簡単なソートアルゴリズム、ボゴソートを皆さんに伝授します。この3本の棒を、左から大きい順に並び替えることを考えます。ボゴソートでは、ランダムに並び替えて、大きい順になっているか確認する、なっていなかったらまた、ランダムに並び替える、を繰り返します。以上、説明終わり。では行きましょう。ランダムに並び替えました。ダメですね。もう一回、もう一回、もう一回、完了。とりあえずアルゴリズムの流れは、わかりましたね。次は5個で並び替えましょう。試行回数も数えます。さて、ボゴソートのボゴは、インチキの、という英語から来ており、ネタ感満載で面白いです。別名、ランダムソートや、数打ち当たるソート、猿でもできるソート、みたいに表現されることもあるみたいです。猿でもできる、というのは、無限の猿定理という、猿でもキーボードを叩き続ければ、どんな文字列でも、いつかはできるという定理から、来てるのかもしれません。ちなみに、ランダムに並び替えるというのは、現実的にはトランプをシャッフルしたり、ばらまいて回収することでイメージできますが、プログラム的には疑似乱数というものを用いてランダムを作り出しています。なので、ボゴソートの性能はコンピュータの乱数を完了しましたね。今回は473回の試行で完了しました。当然少ない試行回数で終わることもあります。棒が5本なので、1回の並び替えに5回の操作が必要ということになります。それを今回は51回行ったので、計算量は 5×51 です。これを時間計算量と言います。次は10本の並び替え。ソートアルゴリズムでは、この、時間計算量も重要視されます。時間計算量についてはまた別でまとめると思いますが、ボゴソートの場合、最悪の場合の時間計算量、最悪時間計算量は、無限です。つまり、いつまで経っても終わらないかもしれないソートアルゴリズムです。毎回、ランダムに並び替えるのでなんとなくわかりますよね。10本程度なら、すぐ終わるだろうと思うので続けましょう。100本でもやってみましょう。終わる気がしないのでやめましょう。